どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾石です。俺的映画速報第14回目。俺的映画速報では国内映画興行収入トップ10と気になる映画3本をピックアップしてお届けしていきます。それでは3月9日10日の興行収入ランキングが興行通信社から発表されています。それがこちら。今週の映画動員ランキングは映画ドラえもんのび太の月面探索機が土日2日間で動員52万人、報酬6億1200万円を上げ、2週連続の首位を獲得いたしました。累計では早くも動員127万人、報酬15億円に届く勢いで、4年連続のシリーズ最高記録更新に向け、順調な滑り出しとなっています。いやもうドラえもんはね、鉄板というかね、ブロックバスター、お化けコンテンツですからね。まあ堂々たるもんですよね。それにしてももう39作目とかなのに、未だこの4年連続のシリーズ最高記録を更新しているというのがすごいですね。まあ日本人って1億2000万人ぐらいいるんですけど、ドラえもんを一生知らないで人生を終える人って多分いないんじゃないかなと思います。こんなキャラクターを生み出した藤子不二雄ってやっぱりすごいですよね。それにしてもね、昭和史を刻んだだけではなく平成史までね刻んでますからね。ドラえもん一体いつの世代まで語り継がれることになるんでしょうかね。いやもうサザエさんに継ぐのかな。まあそんなこと言ったらね、清少納言でしたっけ、源氏物語の光源氏でしたか。あれは未だに語り継がれて映画化されたりドラマ化されたりしてますからね。ドラえもんも今後そういう存在になっていくんですかね。500年後、600年後、いや1000年後にも未だにこうドラえもんがね語り継がれていたりして。そして今週第2位は土日2日間で動員19万9000人、興収2億7000万円を上げた翔んで埼玉がキープいたしました。前週比こそ若干下回ったものの、先週に引き続きオープニングの週末を上回る勢いの衰えない興行となっており、来たる春休み興行に期待がかかる。累計では動員118万人、興収15億円を突破したとあります。はい、僕言いましたよね、翔んで埼玉は絶対にヒットするって言いましたよね。ボヘミアン・ラプソディのようになるって言いましたよね。ちょっとそんな感じになってますよね。僕って見る目ありますよね。すごいですよね。そして先週3位でスタートを切ったグリーンブックは土日2日間で14万4000人、興収1億9000万円を上げ、その順位を守った。10日の日曜日には多くの劇場で前週を上回る高稼働となっており、今後も腰の強い興行が見込めそうだ。なんといってもね、アカデミー作品賞ですからね。去年のアカデミー作品賞のシェイプオブウォーターよりはかなり勢いがありますよね。そして見た人たちからのね評価も実に高い。公開関数180にしてこの順位は立派だと思います。4位には土日2日間で動員11万6000人、興収1億4600万円を上げた運び屋が初登場。巨大麻薬組織から一目置かれる伝説の運び屋の正体が実は90歳の老人だったという実話をもとに、巨匠クリント・イーストウッドがグラントリノ以来10年ぶりに自身の監督作で主演を務め、ブラッドリー・クーパー、アンディ・ガルシアほか豪華キャストで描くサスペンス。イーストウッドの実の娘であるアリソン・イーストウッドが娘役で出演しているのも話題となっている。イーストウッドの作品って全体的に年配者向けですからね、あんまり子供とかね若い人たちは見に来ないんじゃないかなと思うんですけど、ぜひねこの作品は若い人たちにも見ていただきたいというか、この作品はね本当傑作だと思うんですよ。なんかね、あの宣伝がとてもねシリアスになってるんで、暗くて重い話なのかなって思いがちなんだけど、案外グリーンブック的なね、ポップなね楽しい微笑ましい作品になってますよ。まあ確かにねグリーンブックの方が映像的に華やかな感じはするけども、ストーリー的にはね運び屋の方がなんていうかな、奥が深いっていうか、なんといってもねクリント・イーストウッドの演技にねと存在に重みがありますね。
どんなに優れた演技ができていても、マハーシャラ・アリなんていうのはね、まあ所詮若造ですよ、ひよっこですよ。そして第5位、本年度アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞した話題作スパイダーマン・スパイダーバースは土日2日間で9万8000人、興収1億6000万円を上げて5位でスタートを切りました。先週3月1日から3日に行われた先行上映を含めた累計では動員15万人、興収2億5000万円を突破している。3人のクリエイターが監督を務め、時空が歪められ異なる次元のスパイダーマンたちが集まる世界でスパイダーマンの一人として成長していく少年の姿を描いています。いやーなんかね、先行上映の時にこれ見はぐってしまったとか見逃してしまったので、なんか僕としてはね、もうちょっとこう賞味期限が切れちゃったみたいな感じがして、この映画ね見に行くかどうか今のところ未定ですけど、多分見に行かないと思う。そもそもあんまりね、個人的にマーベルものっていうか、アメリカアメコミヒーローものってね、さほど好きじゃないというか興味がないんですよね。はい、まあ上位層はこんな感じで、まあ、他の新作では2018年7月より放映している特撮テレビドラマの劇場版ウルトラマン RB セレクト絆のクリスタルが9位で、人気アニメサイコパスの劇場版3部作の第3弾が10位でスタートしております。まあまあまあ、ここら辺も手堅く強いですね。それにしても6位、僕の彼女は魔法使い、まだ6位残ってるんですね。信者たち恐るべし。これどうなんですかね、ちゃんとお客さん入ってるんですかね、チケットだけが売れているのか、ちゃんと皆さん劇場鑑賞されてるんでしょうかね。まあ大川隆法さんですからね、監督が、幸福の科学の信者たちがチケットを買い占めているんじゃないか疑惑がね、僕の中ではまだ根強く残っているんですけども。はい、とまあね、今週の興行収入ベスト10はこんな感じになりました。皆さんどうでしたか。いや個人的にはやっぱりね、飛んで埼玉ですよね。え、2位をキープしていて、さらに3週目なのに1週目の興行収入をね上回っているってね、これすごいですよね。まさにボヘミアン・ラプソディがそんな感じでしたからね。つまりそれだけこれ作品はね、高く評価されていて口コミで広がってるんですよ。それだけこの作品は面白いってことですね。いやー、僕の見る目に狂いはなかった。はい、というわけでね、気になる映画ニュース3本をピックアップしてお送りしましょう。1本目、ネットフリックスローマ、3月9日から劇場公開決定、配給会社介さず異例の興行に。第91回アカデミー賞で監督賞、撮影賞、外国語映画賞に輝いたネットフリックスオリジナル映画ローマ、アルフォンソ・キュアロン監督が3月9日から全国48館のイオンシネマ劇場公開されることが決定いたしました。配給会社は介さず、配信プラットフォームと劇場が直接タッグを組んだ異例の興行となります。ハリーポッターとアズガバンの主人、ゼログラビティなどで知られるメキシコの巨匠アルフォンソ・キュアロン監督が手掛け、世界最大級のオンラインストリーミングサービスネットフリックスで配信されている同作、政治的混乱に揺れる1970年代メキシコを舞台に、とある中産階級の家庭に訪れる激動の一年を若い家政婦の視点と独特の映像美で描いています。またカンヌ国際映画祭コンペティション部門への出品が決まっていたにもかかわらず取り下げられ、ベネチア国際映画祭では初となる金獅子賞を受賞するなど今年の賞レースを牽引。一方でネットフリックスオリジナル映画自体が従来の映画興行における仕組みを崩壊させかねないとされるなど、さまざまな物議を醸しており、世界中で巻き起こる議論の行く末が注目されるとあります。まだこの映画僕見てないんですけど、まあネットフリックスね、今加入してるから見ようと思えば見られるんだけど、確かにね、こういう優れた映画は劇場で鑑賞したいなという気持ちありますね。イオンシネマが一番近くどこだろう。しかしこのローマ、何かとニュースになってますよね。いろんな意味で、良くも悪くも。そして次のニュースもこのローマに関するニュースです。スティーブン・スピルバーグ監督、アカデミー賞にネットフリックス作品を締め出すルール変更を求める。
第91回アカデミー賞でネットフリックス映画ローマ、アルフォンソ・キュアロン監督が3冠に輝いたことを受け、スティーブン・スピルバーグ監督がアカデミー賞のルール変更を求めているとアメリカインディーワイヤーが報じている。アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーの役員を務めるスピルバーグ監督は4月に行われる役員会でアカデミー賞からネットフリックス作品を締め出すための提案を行う準備をしているという。スピルバーグ監督率いる制作会社アンブリンの広報は、スティーブンはストリーミング作品と劇場公開作品との違いに強いこだわりを持っていますと明言。他の役員の賛同を得て新たなルールの制定を画策しているという。スピルバーグ監督は昨年3月イギリス ITB の取材に対し、ネットフリックス作品はアカデミー賞に値しないという自らの考えを表明している。一旦テレビのフォーマットにコミットしたら、それはテレビ映画だ。それがよくできた作品ならテレビ番組を審査するエミー賞の対象になるが、映画作品を審査するアカデミー賞は違う。数巻で1週間程度しか劇場公開されない映画にアカデミー賞のノミネート資格はないと思う。すでに映画芸術科学アカデミーの各部署ではネットフリックスへの不満が噴出している。アカデミー賞対策に巨額を投じたこと、なんでもね、資料によりますと、グリーンブックの宣伝費が500万ドルなのに対して、ローマには2500万ドルから5000万ドルが投じられたと見られている。で、ローマの公開劇場を強引に確保した影響で他の外国語映画のリリースが遅れたこと、興行成績を非公開にしていること、ノミネート作品を世界190カ国でいつでも視聴可能にしていることなどがある。公正な競争を行っていないというのが共通の不満だが、最大の問題はシアトリカルウィンドウを守っていないということだ。アメリカの映画産業では映画作品を二次使用する際には劇場公開開始から90日間を空けなければならないというルールが存在する。しかしネットフリックスは劇場公開と同時に世界配信を実施しており、アカデミー賞狙いの映画作品に関しては数週間前に劇場で先行公開を行っているものの、ローマにしてもわずか3週間の猶予しか与えられていない。ハリウッドの業界関係者で構成される映画芸術科学アカデミーがネットフリックスにとってより厳しいルール変更を行う可能性は十分にありそうだとあります。まあそうだよね。まあなんていうのかな、こういう、まあなんていうの、ネットフリックスも IT 企業じゃないですか。いわゆる IT 企業の連中って本当にこう、どのジャンルのやつらもそうなんだけど、既存のルールの抜け穴とか抜け道とか、そういうところばっかから攻めてくるよね。そもそもね、映画館にちょっとでも引っかかったからこれは映画だと言い張る、もうなんか裏技みたいなやり方が僕もね、とても気に入らないというか、例えばね、わずか数日間で1日1回上映しかされないね作品のことを劇場公開作品と呼んでいいかって言われたら、いやそんなんダメだと思うんですよ。だってそんなのがまかり通るんだったら、例えばそこら辺のテレビドラマをさ、ちょっと映画館にかけてもらってさ、あ、ちょっとお願いしますよ、ちょっとかけてくださいよって1日1回それを3日とか1週間だけかけてもらえばね、はいはいはい、これでね、うちもこれで劇場公開作品ですって言い張れるわけじゃないですか。ましてやアカデミー賞の対象にするなら、やはりそれなりのね、厳格な明確なルールっていうのは必要だと思いますね。僕もネットフリックスオリジナル映画は、あれはね、映画だとは思わない。まあドラマ、映画、テレビドラマだとの範疇に入ると思いますね。やるんだったらエミー賞じゃないですか。むしろネットフリックスがね、アカデミー賞という権威にこだわってるっていうのがかっこ悪いよ。もうむしろネットフリックス自体がネットフリックス賞とか作ればいいんじゃないですかね。全世界の配信専用のドラマとか映画を対象にした賞をね、作ればいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんかね、アカデミー賞みたいな球体依然とした権威にこだわってるのはね、恥ずかしいという、なんかみっともないというか、かっこ悪い。そこはね、やっぱりね、反骨精神じゃないけど反発してほしいですよね。はい、そして今日最後のニュースですね。ハリウッド実写版機動戦士ガンダム、脚本家が人気コミック作家に決定。人気アニメ機動戦士ガンダムハリウッド実写版の脚本が海外ドラマロスト
アンダーザドームに脚本家プロデューサーとして携わったブライアン・ K ・ボーンに決定したとデッドラインほか各メディアが報じた。ブライアンはコミック作家としての活動でも知られており、地球最後の男性となってしまった主人公の旅を描く世紀末グラフィックノベルザ・ラストマンで漫画のアカデミー賞とも言われるアイズナー賞を受賞、Hulu でドラマ化されたスーパービラン、まあ、スーパービランというのはとっても悪役って意味ね、の子供たちの子供たちを描いたマーベルコミックランナウェイズなど数々のコミックを手掛ける実力派が制作総指揮でも兼任してガンダムに挑むとあります。ガンダムの実写化はハリウッド版ゴジラ2014年の作品ですね。あとパシフィックリム、こちら2013年などで知られるアメリカレジェンダリーピクチャーズ制作で進行中。レジェンダリーの代表としてパシフィックリムアプライジングのプロデューサーであるケイル・ボイダーと日本のサンライズのクリエイティブチームが監修を務めます。レジェンダリーではポケットモンスターシリーズ初の実写映画名探偵ピカチュウや週刊少年ジャンプで連載中の僕のヒーローアカデミアの映画化など日本のコンテンツの実写化企画が数多く進行しています。いやー、日本のね人気コンテンツ、漫画アニメのコンテンツのねハリウッド実写化ってね、どうですかね。すっごく心配というか、もはや鬼門ではないかと思えるんですけどね。いや、もうね、ひどかったもんね、ドラゴンボールとかさ。いや、最近ね、ピカチュウの実写版も予告編で流れてますけどね。いや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 、ちょっと立ちくらみを覚えますね。ましてや、ガンダムですからね。もはや日本のレジェンドですよ。日本アニメ界におけるレジェンドとも言えるこの作品がね、ハリウッドでどんな風にレイプされてしまうのか。まあそれはそれでね、またちょっと楽しみではあるんだけども、アムロ誰演じるんですかね。トム・クルーズとかキアヌ・リーブスですかね。セイラさんとかニコール・キッドマンとかさ。いや、ここはさ、ホワイトウォッシュ問題なっちゃうんですかね。外国人また、いや、アムロって日系だと思うんですよ。もういっそのことキムタクを起用すればいいんじゃないかな。キムタク宇宙戦艦ヤマトもやったことだし、あ、キムタク演技のアムロレイも見てみたい気がしないでもない。未来さんとかなんか吉田洋とかやりゃいいんじゃないかな。フラウボーはそうだな、綾瀬はるかとか石原さとみあたりにやらせてね。いやいやね、どんなどんな黒い三連戦が見れるのかね。ああ、シャア誰やるんだろう、シャア。とはいえね、キャスティングさえなんとかクリアできればハリウッドだったら相当面白い映画になるんじゃないかなと思いますけどね。さあ、期待しましょうかね。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。オルバー。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。